はい、すみません、こんにちは、株式会社次元の大久保と申します。そしてちょっとあまりにもですね、レベルが前回高すぎてですね、ちょっとかなり、自分の方で発表する内容は、皆さんちょっとお茶を濁す感じ、ちょっと完全にひよりました。完全にひよってしまったんですけどね。実際にこう、機械学習を活用する事例みたいのをちょっと、そういうのをこう共有したいなというふうに思ってこう登壇させていただきました。自己紹介させていただきます。株式会社次元の、住まい事業部というところの賃貸プロジェクトというところでですね、賃貸サービスを展開させていただいております。賃貸サービススモッカというサービスですねの開発、あと技術選定などをさせてもらっています。で、前職は国内で初の遺伝子解析サービスですね、こちら某 D 社さん、キュレーションで炎上してしまった某 D 社ちょっとこれはで、遺伝子解析サービスの研究者の方がこう設計されたモデルを、実際に実装するっていう。すいません、ごめんなさい、ちょっとね、これね、新しくちょっと使った、マークダウンをそのままプレゼンスライドしてたんですけど、半分しかいかないんですよ。ごめんなさい。なんで、ちょっとこっちも申し訳ないですが、どうやったらこれフルスクリーンでいいのかなっていうのをちょっと小一時間悩んでて、ダメでした。という感じですね。で、遺伝子、その時に遺伝子サービスに関わったのをちょっと理由があってですね、自分が、インターネットのベタな Windows95 の頃ですね。で、インターネットはこれからこう流行るみたいな、もうニュースでバンバンやってた時なんですけど、そのところはまあ中学生ですかね、ぐらい、高校生ぐらいで、で、そこにすごい興味を持って、ゲーム系からこう入りました。なので皆さんのように本当にバックグラウンドがほぼありません。ゲーム系でゲームのこう AI エンジンみたいなのを作ってみたいとかっていうふうに考えて、でそこからこう、そうすると遺伝的アルゴリズムとかこう結構出てくるんですね。でそういうのもこう学んでみたいっていうふうに思いながらこうゲーム業界にちょっと入ったりして、でそこからゲーム業界は、皆さんご存知、今はそうでもないか、昔は今よりかなりブラックでした。すいません、クラブさんがいるそうです。ではい、なんでかなりブラックでこう体を壊すような業界だったので、ちょっとそこで、ウェブ系にシフトしてきて、やってきたって感じです。で そこで思ったのはこう遺伝子解析に、大量のこう遺伝子解析サービスなので、あの舌を、唾液をこう解析して、でその某自社さんにこう送ってくれるんですけど、その溜まった遺伝子を研究者の方がこう、そうですね、先ほどクラスさんですよね、先ほど先生が、遺伝子解析の方、実験をやられてましたけど、ああいう感じでこういろんな方がこう解析の実験をできるようなプラットフォームにできるんじゃないかなっていうふうにちょっと考えて、ですごい楽しみでこう入ってはいたんですけども、こちらに書いてあると倫理的にそれって結構厳しいんですよね。まだ日本でだけじゃないと思うんですけど、世界的にこう遺伝子解析をこう手軽に誰でもやる、他人の遺伝子を手軽にやるみたいなのはすごいできなくて、研究者の方も、その遺伝子解析をするのに、一人一人の方から承諾を、研究者の方もしくは助手の方とかが一人一人こう遺伝子解析の承諾を得る、でようやっとこう数十人分溜まってくるみたいな、そんな世界なんですね。でそれを大量に、いわゆるビッグデータみたいな感じで、日本全国の津々浦々、健康な方から不健康な方までのこう遺伝子が溜まったでデータをこう解析、ディープラーニングかけてその特徴量を出して、で、それこそ先ほど言った病気の、遺伝子を見つけるでしたっていうことができるんじゃないかっていうふうに考えておりました。でもやっぱり難しかったですというところで、でまたちょっとウェブエンジニア側にも戻っているんですけど、で皆さん何のために機械学習を勉強していますかって言った時に、やっぱりこう、あ、ごめんなさい、ウェブエンジニアの方ってこの中でどれぐらいいらっしゃいます？いわゆるウェブエンジニアと言われる方、やはり少ないですね。じゃあウェブエンジニアの方で、もしくは機械学習をやられている方でもいいんですけど、これから自分でサービスをこうウェブサービスとかを立ち上げたいみたいな方どれくらいいらっしゃいますか？お、あんまりいらっしゃらないですね。はい、ありがとうございます、はい、あ、そしたらちょっとこの話はあまり刺さらないかなという感じはするんですけど、エンジニアというウェブエンジニアという職種はこう結構やはり廃れますっていうのは、まあ、なんとなくこう肌感で分かってるとは思うんですけど、なぜ廃れるかっていうと、いわゆるマイクロアーキテクチャとかサーバーレスアーキテクチャっていうのが当たり前になってきて、サーバーサイド側の役割ってもう DB からデータ取ってくるだけになります。 JSON 解析で
なのでサーバーサイド側は別に、Node.js だとか Ruby だとか、Python だから何でもいいっていうふうになっていきます。でそうなっていくとじゃあどうなっていくかっていうと、サーバーサイド側はいわゆる、ですね、で自分が関わってきたのはこの CGI の頃から、 Perl で書いてた頃から、やってました。でそれでこういう変換点、パラダイムシフトがありました。でそのパラダイムシフトに波にこう乗ってこれたから、まあ、なんとか仕事につながってるかなっていうふうに考えてるんですけど、でも同じようにフロントサイド側も、そういうパラダイムシフトが成果が起きてます。で近い将来、ちょっとマイケル・ポーターという、そうですね、マーケティングの、方の、言葉を借りると、こう先導戦略としてはこうやはりサーバーサイドの面でコモディティ化しているので、やっぱり競争優位にならないというふうに考えるので、ウェブエンジニアから、機械学習エンジニア、さらには AI エンジニアというふうに選します、選せざるを得ないというふうに考えております。で機械学習に求められる、能力は、まあ、皆さん分かっている統計機械学習プログラミングプラスかけるビッグデータですね。ここ先一番最初に倉田さんが選ばれたようにビッグデータがどうしても必要です。データなのでそこを、組み合わせてパラメータチューニングして分析するのが今の機械学習エンジニアだと思うんですけど、それがインフラのようにこうミドルウェアモデルを、選定してパラメータをチューニングしていくのが、まあ、主業務になっていくのかなと。でこの技術はまだコミュニティ化してないので全然競争優位があります。で AI エンジニア近い将来どうなる、もっとお見合いどうなるかというと、将来はもうパラメータチューニングしてますか、モデルのチューニングをそれぞれの、各事業に、ビジネスをやっているエンジニア やりますかというと、そんなことはなくなりますよね。であらゆる、データをビッグデータ化するので、これも倉田先生が最初に話した通りまさに、かぶってしまったんですけど、人間の生態と脳をですね、六感も含めて経験も含めて全部今オフライン化のデータが全部本当にビッグデータ化してきます。でそれをパーソナライズしていく世界になっていくので、でそうするとさらにどうなるかっていうと、新しいサービスですとかね、新しい機能ですとかっていうのはそういったビッグデータがまず絶対的に必要になってきます。でそれをパーソナライズする、職業になってきます。ということで、自分はこう AI エンジニアで、まあ、AI というとちょっとおごりがあるんですけども、語弊があるんですけども、を目指しておりますと。でじゃあ実際にその、業務実務ビジネスでどう使っていくかっていうところをちょっとお話をさせていただきます。で不動産領域賃貸のサービスでどんなことで使っているかというと、基本的には、ビジネスなので、社会課題ですね、その事業の課題を解決していかないといけないですというところですね。でここの課題があってなければいくら頑張って技術機械学習を学んでも無駄になってしまいますの で利用ユーザーさん、賃貸を利用、賃貸のサービスを利用される方のユーザーさんの課題って何だろうっていうのがありまして、検索の仕方がわからないですとか、そういったものはこうシンプルな UI に改善していきますと。それでも検索したり LINE で問い合わせて AI チャットボットみたいな感じになってますね。で理想の賃貸が見つからないみたいなのは